デック東京リーガルマインドキャリアコンサルタント講師のいかりです。第18回国家資格合格者、岡本さんに今日はお話を伺っていきたいと思います。岡本さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。え岡本さんは2021年、えー、4月生、えー、梅田駅前本校でよろしいでしょうか 岡本さん改めまして合格おめでとうございますありがとうございます率直に今のお気持ちをお聞かせいただけますかそうですねまあ合格してきて本当に良かったなとほっとしているようなところです、はい、なかなかあの合格までの道のり、えー、大変だったんじゃないでしょうかそうですねやっぱり仕事と両立しながらというところがあのとても辛かった部分ではあったんですけども 何度か受かることができて良かったなと思ってます。どうもありがとうございます、はいえー。現在のお仕事について差し支えない程度でお願いいたします。はい、今はあの主に時期的にもそうなんですけども、PCR 検査をあのメインの事業で行っている会社で、まあその事業の運営の部分に携わっております。はい。はい、お仕事とあのキャリアコンサルタント結びつきはありますか？ そうですねこの資格を取るにあたってあの従業員の方のキャリア面談のようなことも資格を取る前から行っていましたのであの資格の受講を通して学ぶことというのもいかしながら、はい、取りりり組めておまますす、はい、ありがとうございます、えー、その理由がキャリアコンサルタントを目指した理由なんでしょうか。 そうですもともとキャリアコンサルタントの資格自体に興味があったというところ、今の仕事と関係なく、まあ、就職だったり転職を考えている方のこう力になれたらなみたいなことを、もともと前々から思っていたというところもありましたし、でまあ、自分自身も転職回数が非常に多いので、まあ、そこも含めて、この資格っていうのは自分のそういった経験も生かすことができるのかなと思いまして、まあ、今回、期待があって、あの取得しようというふうに考えました。 はい、キャリアコンサルタントの資格を取るために、いろんな学校をあの選択の中で考えたと思いますが、その中でレックの講座を選んだ理由を教えていただけますか、はい、あまりあのプラスな理由ではないんですけども、ちょうど時期的にその資格取得を考えて、10月の試験を受けるってなった時に、開講していたのがレックだけだったんですね。 なんでもう他のところは選べなかったというところで、あのもう必然的にレッグをあの選んだというところであるんですけども、ただもうあの説明会とかのところであの、スタッフの方が非常に親身にあのいろいろしてくれましたし、まあ、そういったところも含めてレッグにしてよかったなというふうに思ってますありがとうございます。あの私も、えー、奥本さんに何度か <laughs> あの何度かご一緒させていただきましたけれども、はい、あのとても楽しいあの授,業だあの授業をこういやでも一緒に作っていったと思いますが、いかがでしたでしょうか。そうですね授業も本当に毎回先生はあの変わってはいたんですけれども、あの分かりやすくて、まあ、ロープレイも楽しかったですし、毎回本当に寝ることもなく。 あの集中して授業できたかなというふうに思います。はい。そうですか、よかったです。はい。はい <laughs>、えー。え合格されて、えー、資格どのように生かす、いや、生か,かしてますか。そうですね、まあ、さっき言ったようにキャリア面談の部分で、まあ、今までは、こう。何か喋らなきゃとかっていうふうに考えてたものが、結、はい、く成長するっていうところに、こう、重きを置けるようになったというところもそうですし。 まあそういった部分で生かしているかなとは思っているんですけども、最初に言ったように、就職だったり転職だったりを本格的に考えているような新しい方っていうところにはまだ関われていないので、そこの部分にこう今後どうやって携わっていければいいかなというところがまあ自分の中で課題かなと思っています。はい、ありがとうございます、えー。合格に至るまでの勉強方法について少しお話しいただけますかそうですね、まず学科に関しては、僕が使ったのは過去問。 それからテキストでレックの合格の取説ですね。これをもメインに、えー、勉強していきました。で、論述に関しては過去もメインです。で、ロープレに関してはその論述の練習っていうのがう面談練習にもつながったかなというふうに思っていますし、あとはまあ受講の中でやるロープレ練習っていうのも毎回毎回大切にあの課題を見つけながらやっていったというところですね。 結構大変でしたか勉強は <laughs> そうですねまあ講座受講中も本当に休みがあまりないような状態で仕事と両立しながらやっていたのもそうですし受講終わってからはやっぱり自分との戦いなので甘えずにやるっていうところがまあなかなかあのギリギリになって慌ててやったっていうようなところもありましたのでそんなにも大変でした。うん 今ね自分との戦いっていうふうにおっしゃってましたけれども、はい、それをキープするモチベーションってどんなところにありましたかそうですねやっぱり受講にお金もかかってますしあの試験受けるのにもお金がかかるのでやっぱりどうしても自分の中で一発合格目指したいなっていうところはすごく強くあったのでもうそこを ですね、そこが一番で、まあ、一緒に受講した仲間たちもいるのでその手前やっぱり自分だけ落ちたらどうしようとかそういうところもモチベーションにつながっていったのかなそういうところも含めて頑張ろうと思いながらやっていましたあの受講した仲間たちと切さたくますなさってたんです、ね、そうですね連絡も取り合いながらでしたのでみんなで受かろうねというようなことは言いながら励まし合いながら頑張ってました え受講を検討している方やすでに受講中の方への何かキャリアコンサルタントの,この合格までの、まあ、道,道のりをこう考えながら何かメッセージありますかそうですね、まああの。受講講座ももちろん大事なんですけどもやっぱり講座を受けるだけではあの受かるものじゃないと思いますしその後のお勉強、復習だったり。 あの練習だったりってところも非常に大切かなとは思いますので、まあ、あの、ャリアコンサルタントの資格取れたら、やっぱりそれ、その分、こう、選択肢も増えると思いますし、こう自分自身の成長にもつながると思いますので、ぜひ今考えられている方は、受講というのを検討してもらえたらいいなと思いますし、受講されている方は、あの、大変だとは仕事もされながらという方もたくさんいらっしゃると思うので、大変だとは思いますが、あの頑張って。 目指していいたただけたらなと思います、えー、キャリコンって、慶長に始まって、慶長に終わるっていうふうに、はい、あの言われてますけれども、あの人の話を聞くって岡本さんにとって、えー、どういう意味があると思,い思われますかどういう意味そうですね、うん、聞くことによって、やっぱり相手がこう気づきが得られるというか、こっちが何かアドバイスする。 かからででではななくくててて相手が自分を話ししいい中ででそれ引引き出し引き出出すっていうとところも傾聴に当たるのかなとだから自分の質問1つとっても意味のある質問だったりその人が何か気づいた気づきがあるような質問だったりっていうのをこうやっぱりしていかなきゃしていくのがキャリアコンサルタントなのかなと思いますしそういったことを通して決めたような気づきだったり何かこうあってこう 相談者本人が気づいて前に進めるような、うん、そういうことがこうこの聞く、傾聴するという意味なのかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。はい、キーワードは気づきですよね、やっぱり。だと思います。はい。はい、あの、けきあの傾聴しながらえご本人がね、気づいていく。で、あのキャリアコンサルタントお のところに来るクライエントというのはねあの、キャリアコンサルタントに、会いに来るんではなくて、自分に会いに来るんじゃないでしょうかね。あ、そうですね。はい。まさにそうだと思います。ね、あの、気づきってなかなか大人になると特にね、あの、いろんな概念だったり、いろんなこう自分の常識が <laughs> そ,それを妨げることもあるのでね。あの、また、 あの私たちキャリアコンサルタントも、えー、そして相談者も一緒に共に成長できるようなあの勉強だったと思いますが、岡本さんもどううますかそうですかそでね僕自身もその成長する中で自分も気づくこともやっぱりたくさんありましたし。はい、練習を通じて 今まで以上に、さっきもちょっと違って言いましたけどあの、聞くっていうところに関してこう意識をするようになったっていうところは、自分の中でも成長だったし、まあ、今後、キャリアコンサルタントとしてやっていく中でも、おそらくそういう自分自身の学びだったり、成長もあると思うので、まあ、そのクライアントの方と共に成長していくと、先生がおっしゃったような、えー、ことができればいいなというふうに思っております、はい。本日は 岡本さん、お話どうもありがとうございました。はい、あのあこれからもね岡本さんのえー、ご成長だったりとか、あと活躍にあの私たちも期待しておりますので、あの頑張っていただければと思います。はい、本日はどうもありがとうございました。はい、はい、ありがとうございました。